ミアンド・ミズ・スティーラーは2019年のアメリカ合衆国の犯罪アクション映画。監督はマット・アセルトン。出演はテオ・ジェームズとエミリー・ラタコースキーなど。天才美術品泥棒の男と美貌を武器に詐欺を働く女のコンビが一世一代の大仕事に挑む姿を描いている。ロサンゼルス。アイバン・ウォーディングは同地を拠点とする泥棒で上流階級の所有する。 美術品を盗むことを専門としていた。アイバンが泥棒家業から足を洗おうとした矢先、詐欺師のエリス・ティバルディと知り合いになった。エリスの本業は映画女優だったが、借金返済のために詐欺に手を染めていたのであった。アイバンはエリスとタッグを組んで最後の仕事に臨むことにしたが、予期せぬハプニングが次々と発生する。2017年11月、テオ・ジェームズ、 エミリー・ラタコースキー、フレッド・メラメット、エボン・モス・バクラック、イザイア・ウィットロック・ジュニア、エヴァン・ハンドラー、ジョン・ゲイティンズの出演が決まるとともに、本作の主要撮影がカリフォルニア州のロサンゼルスで始まった。2018年7月4日、ジョーナ・オスティネ・リト・ソーニャ・ベルオソーバが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2019年1月25日、 バーティカルエンターテインメントが本作の全米配給券をディレクティビーシネマが本作の全米配信券を獲得したと報じられた。5月15日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作に対する批評家の評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには13件のレビューがあり、批評家支持率は62%。 平均点は10点満点で6点となっている。また、メトクリティックには7件のレビューがあり、50、100となっている。ありがとうございます。